ふるさと納税。うわ、すごっ。すげえ、うまそう。すごいね。都の城のふるさと納税。へえ。めっちゃ高級そうじゃん。うん。いいね。はい。ということで、さて朝飯。あ、なんかちょうど鶏も食べ始めた。牛丼とししゃもと、スープです。さて新しい豆を開けます。上島コーヒーのコクのブレンド。うわやばい、めっちゃいい匂いする。なんか随分光沢があるな。さてコーヒー入れました。そしてこれはあの祖父母宅でもらってきたなんかチョコレート、このなんか高級そうなチョコレートの箱に、まあ、この左上にあるのがもともと入ったやつで、あのなんかいろいろ祖父母宅にあったチョコレートを詰め合わせてきたっていうやつ。あ、まあ今日もちょっと濃いめに入れたんですけど、うん、うまいです。このね、高級そうな4つしか入ってなかったチョコレートも、なんかあの高級なチョコレート独特の甘みみたいなのがあるんですけど、甘すぎないっていう。中になんかいろいろ入ってるチョコレートも美味しいです。じゃあポーさん行ってくる、も行ってくるよ、出かけてくるよポーさん、バイバイ。はい、またまた友人とご飯を食べに行くことになったので向かいます。なんかね今日日曜の今昼なんですけど、ジローがやってるらしいんですよね、友達が言ってたんですけど、だからちょっと行ってみます。ジロー、若松のジローって土曜日は昼だけやって夜休みで、で日月は完全に休みなんですよね。なんだけど今やってるらしいんだよね。ちょっととりあえず友達のいるところに向かいます。気温はね、0度か0度です。やっと氷点下じゃなくなった。結局スキヤになりました。待って、やばうますぎた、やっぱり作ってもうまい。富士の湯の食堂なんていつぶりだべな、ほんまに。まあ初めてか。あ、めっちゃいい席じゃん。鍵交換するの忘れたからフロントに戻ります。めっちゃうまそう。
結構混んでる。お客さん番、うん、醤油ラーメン。めっちゃここ夏い。かわいいわ。これがサザナミンコ。これボタンか。頬の色違い。なんか餌箱に入っちゃってる。ご飯食べたいけど眠いみたいな食べたいけど眠い、餌箱に捕まったまま寝そうになってる大丈夫、頭に餌乗ってるけど。餌箱の中で逆さまになってた今。あ、魚めっちゃ綺麗。おう、どうも。何してたの、そんなとこで。手に入ろうと思ってたんだけど。お子さんいんの？いるよ。おう。あ、どうも。あら。久しぶり。久しぶり。お正月以来だね。そうだね。やる？何グラム？88、6、7。はい、おしまい。はい、おしまい。おしまいよ。あとおしまい。はい、おしまい。終わりよ。今日の夜は焼肉。そうなの。こんな得なんだ。おお、すげえ。どっか一箇所開けた方がいいかな、こう。値段もちゃんと写しとかないとね。定価だから。おお。これはあれだよ。ふるさと。ふるさとの。珍しく定価で。高級肉。300円？違うよ。どこだっけ、まあ、お父さん全部。グラムね。どこだっけ、200円。300。じゃあ、あなたもご案内します。うまそう、うん、めっちゃうまい。そんなこと言わないで気をつけてよって。やっぱ食生活。これが豚肉っていうか、あれだ、これが高級なやつだ。そう、楽しみ。どうなったら食べないと。確かにこの肉うまいね。美味しいね。味がしっかりしてる、うん、焼きそばです。じゃあバイバイ。バイバイ。また今度。また今度ね。会津馬刺しうまい棒。
うん、塩は天命じゃないかな。確かにうまい。馬刺し、まあ馬刺しか。香りがいいですね。うまい棒の香りが。